富士宮市役所内、大きな拍手、そして歓声に包まれています。日本の宝物が公式に正式に世界に人類の共有財産になっている瞬間、これを迫ったということがしっかりそれを届けたここに来たので、県民の皆様にご報告申し上げたというふうに思っています。2013年6月22日富士山の世界文化遺産登録に喜びを語る川勝知事。それから今日で10年となりました。信仰の対象と芸術の源泉と評価された富士山。国内だけでなく世界からも多くの登山客を集めています。静岡県側では来月10日に開山しますが、おととい富士山登山道富士宮ルートでは5合目から6合目の冬季閉鎖が解除されました。早速多くの登山客の姿が。本格的な登山シーズンは混むからその前に登ろうと思ってます。まだ頂上まで、登ったことがないですけども、今年こそはぜひ登ってみて、これから富士山の魅力を探していきたいと思ってます。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行して初めての夏の登山シーズン。富士山の世界文化遺産登録から10年を迎え、観光需要も高まる中、登山ルートにある山小屋では宿泊予約が殺到しています。ゴールデンウィーク頃から、今月の中旬ぐらいまで問い合わせや予約がもう殺到しました。週末が多いですね。あとはお盆の時期。こう話すのは富士宮ルートで山小屋を営む雲海荘の渡辺代表。コロナ禍前の2019年と比べても2割から3割多く予約が入っている状況です。海外からの人気も高く、特に韓国からのツアー予約が多くなっているということです。ごめんなさい。もしもし、お電話変わりましたけど、はい、8月の10日から8月の14ですね。大丈夫ですね。はい、わかりました。じゃあお願いいたします。はい、ありがとうございます。富士山の山小屋に宿泊する人は早朝に山頂で御来光を見る人が多く、登山スケジュールの中間点である8合目前後の山小屋に予約が集中するといいます。ところが今年は登山を予定している人が多く、8合目前後の山小屋の予約は取りにくい状況。そのため6合目にある山小屋にも予約客が流れてきているということです。富士山には4つの登山道があり、合わせて40軒ほどの山小屋がありますが、登山者の急増で特に週末などは宿泊したくても宿泊できない可能性が出てきています。そこで懸念されているのが弾丸登山。弾丸登山、夜出発してそのまま夜通し歩き続けて、その御来光を見るために登る方すごく多いんですけれども、やはり夜ってどうしても視界が悪かったりだとか、夏でもすごく静岡の真冬ぐらい気温が低い中歩くことになりますので、体力の消耗が大変激しいんですね。通常の登山よりかなり危険性が増しますね。山小屋に泊まらず一気に富士山の頂上まで登りすぐに下山する弾丸登山。その危険性を語るのは吉田町出身の写真家上田めぐみさん。上田さんは富士山の美しい景色に魅了され、10年以上富士山頂からの写真を撮り続けています。毎年夏は富士山頂で住み込みで働いていて、
今年も来月7日から9月上旬まで頂上の神社で働きながら富士山の情報発信をする予定です。富士山っていうとその SNS で調べてもガイドブックとか見ても綺麗な御来光だったりだとかすごくあの見渡しのいい景色だったりだとか、ただそのいいイメージ綺麗なイメージだけで登られてしまうとそのいざその雨が降っただとか視界が悪くなったっていう時に対応できなくなってしまうことも多いので、何ですかね、あのその十分な装備をしてないままですとその変化に対応できないままあのその綺麗なイメージだけなんていうんだろう、そうですとやはり危険な登山になってしまうかなって思います。美しい富士山だけではなく危険な顔を見せる富士山も知り尽くしているという上田さん、さらにここ数年強く感じていることがあるといいます。決してその頂上に行くことだけを目標にしてほしくなくて、もうとにかく安全に無事に怪我もなくあの下山することが富士登山だと思ってあの富士登山をしてほしいなっていうのが一番の願いですね、うん、世界文化遺産に登録されたこともあり人気の山となっている富士山、中には日帰りで登山する人や軽装で登ってしまう人もいるといいます。山を知らないのであればあの山小屋さんそのキャンセルが出てないかとか空きが実はあるんじゃないかとかちょっとちゃんと確認して計画を立ててから登ってほしいと思いますね。まもなく登山シーズンが始まる富士山、来月1日に山梨県側の吉田ルートが、来月10日には静岡県側の3つのルートが開通します。